バイダーチャンネル。皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日も引き続きですね、このグローバルマーケティングの基本、日本実業出版から私が出している本ですが、この本の解説をしていきたいと思います。いよいよね、最終章第6章、ケーススタディ Q&A ということで、ようやく最終章に入ったと。もうあと何回かで終わりですね。で、これが終わったらね、何の話をしようかなとまだ全然考えてないんですけど、とりあえず長かったなということで、皆さんもお付き合いいただき、ありがとうございます。で、ケーススタディね、ケース1を今日はやっていこうかなというふうに思いますけど、252ページケース1ですね、お話をしていきたいと思います。ケース1、ちょっと読みますね。どういう問題があるのかと。まず新たな国へ展開する際に何から始めていいのかわからないということで、これ消費財メーカーさんのケースですね。で、現状数カ国で海外展開を行っているが、今後新たな国へ自社の商品を販売していくことを検討していると。で、今までは戦略構築するということを意識しないまま海外展開をしてきており、新たな国へ参入する際の戦略と言われても、正直何をどうしていいのかわからないと。参入戦略を立てるためには具体的に何から始めたらいいのでしょうかということでまあね、これね、大企業です。大手の消費財メーカーで、で当然その、欧米はもう出てるし、現地法人もあるし、新興国市場アジア ASEAN も出てますとそれなりに出てますと。ただまあね、マーケットシェアでいうとね、まだまだ現地でこう追いついていないというか、そんなに高くないような状態で、どちらかというとその日系の、ちょっと食品とか菓子とかね、言っちゃうと どっか分かっちゃうので、食品かもしれないし、飲料かもしれないし、菓子かもしれないし、そこはちょっと明言は避けますけども、あまりシェアの高くない状態ですよと。で、まあ、当然なんですよね。そんなにこう、なんだろうな、マーケティング戦略を考えるなんてことはしてないので、突然戦略と言われてもという話なんですが、まあ、アジア経済圏、欧米の先進的なグローバル企業も入ってきて、現地の企業ね、中国とか ASEAN の企業、タイの企業とかも、製造業とか、食品の消費財の、あれなので、消費財なんで日用品かもしれませんけどもね、進化してきてて、かなりの巨大企業になってきてる中で、どうやってこう戦略を作っていけばいいのかっていうことなんですけど、戦略って何かっていうと、その選択なんですよね。自分たちの限られた経営資源をどういうふうに配置をしてどう使うのかっていう戦略で、例えばその戦いって一回きりじゃなくて、その目の前のこの戦いに仮に全経営資源を投下して勝ったとしても、その先にもまだ戦いがこう続いていて、でその次の戦いで負けてしまったらあんまり意味がなくて、でそうするといかに継続して勝っていくかっていう話 でそうした時に、その、アジア新興国市場を短中長期で見てね、自分たちの持ってる経営資源をどういうふうにこう使っていきますかと。で、あまりにその目の前の戦いをほったらかしにしておくと、その気づいた時には持ってる経営資源どんなに頑張っても勝ちきれないっていうのが、これ日本企業が今までやってきた戦略なわけです。まあ、戦略というか日本企業がやってきたことで、まあ、日本の B2C の家電なんかまさにそうですよね。中国メーカー品質悪いでしょと、まだまだ我々の方が技術が上だよってこうやってきて、で気づいたらインターネットの登場と同時に市場の戦い、ゲームの仕方が変わっちゃって、持ってる経営資源でどんだけ頑張ったって勝てないと、こういうことで、あると。でこれは消費財のメーカーにおいても、まあ当然出てくる話なので、どうやって選択するかってことなんですよね。でじゃあ選択をするっていうことは、そのインプットを入れないといけない。僕ね、選択はアウトプットだと思ってて、で、そのアウトプットという 選択ね、戦略はイコール選択だから、選択なので、選択ってこの選択じゃないですよ、選ぶということですよ、分かってましたねすいません、選択をするで選択ってアウトプットで、
で、アウトプットをするために、正しいアウトプットをするためには正しいインプット入れないといけない、情報を入れないといけないと。で、日本企業はこの知識レベルがね、相当にやっぱり戦略を作る上で、そのシェアの低い企業ってインプットめちゃめちゃ少ないんですよ。だからその持ってるインプットだけで、アウトプットという選択をしようとするので、まあ、つまりは戦略を作ろうとするので、結果としてその戦略をどんだけ現場が頑張っても成果というアウトカムにはなってこないっていう話なんですよね。で、そうすると重要なのはインプットを入れるってことは本当に重要だなと思ってあのシェアの高い企業ってね、インプットを入れることを投資だと思ってるんですよ。自分たちがその戦略というアウトプット、選択というアウトプットを出すためのインプット、投資だというふうに捉えてるんで、そこにバン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 予算使う、労力使うんですよね。で、インプット、正しいインプット量を膨大に入れて、正しいインプット入れて、でそのインプットがあるから初めて正しい、アウトプットができるわけですよ。選択ができるわけですよ。戦略が作れるわけですよ。で、その戦略を、実行すると、まあ、成果というアウトカムにつながるっていう、こういう仕組みになってるので、それをやんなきゃダメだよねということが書いてある。で、 RSTP、MM というマーケティングの基本プロセスがあるので、大体日本企業が今アジア新興国市場でぶつかってる壁って、この RSTP、MM 分解していくとそこに要因があるんですよね。こんな 4P じゃ絶対無理に決まってるじゃんとか、STP のターゲティングがふわふわしてますよねとか、R をやっておけばこんな分かりきった間違いを犯せませんでしたよねみたいなことが見えてくるので、まあ、マーケティングの基本プロセスに、立ち返るということが、まあ、大変重要ですよというお話でございます。はい、皆さん、じゃあ今日これぐらいしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。